チャーボくんゲームです。ミラピリン戦シードグッドコーデで今月戦リバプールグラブセレクションガチャから登場した FP ティアゴアルカンタラ名手をやっていきたいと思います。個人的にもめっちゃ大好きな選手で、やっぱサッカー IQ がめちゃくちゃ高いんだよね。技術力の高さが、まあ、世界トップレベル。このね、やっぱドリブルとパス力はね、なかなかいないですよね。ボディコン96もあるんで、本当にドリブルがね、まず取られないんですよね。そしてなんといってもね、スキル、ダブルダッチ、エラシコ、足裏コントロール、特殊ダブルダッチができる。例えるなら、こう食べたいものがね、全部揃ってる感じ。ルーレットを持ってるんで、状況に応じて、まあ、いろんなパターンで突破もできるし、パスもできて、プレイスタイルはね、プレイメーカーなんですけど、今回はちょっと OMF 起用で無印、高い位置から手上がるガンタラで、アシストとかもバンバンね、ドリブル突破から自分を得点狙って、上げていきたいと思います。いきましょう。リバプール FP。ディアゴアルカンタラ、調子普通、使いたかった FP の一人、スペインの魔術師なんでね。いやー、いいパス。デイビス、アルフォンソ・デイビスに、いやー、ディアゴアルカンタラ、ティアゴらしいね、あそこのアシスト来ましたね。ナイスタッチ。さあ、これですよね。もう、ティアゴアルカンタラ、最高ですよ、これ。さあ、これですよね。もうティアゴ・アルカンタラ最高でしたよ、これ。パスがもうみる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 。みるみるうちに通っちゃうよね。まあ、特殊ダブルダッチも出していきたいですね。OK。さあ、うわぁ。最高アウトスピン。リバプールとしてはオッケー。さあ、うわー、最高アウトスピン。マジで楽しすぎてね、強いっすよね、ほんとティアゴ・アルカンタラ。さあ、ラビオ、マルディーニ、メッシはやらせないぜ、みんなで守るぞ。前半させろ。ドリブル完走しちゃってるんでね。で、パスもね、両方とも高いというフライパスも。なんか個人的にはね、まあ、リバプールのティアゴ・アルカンタラもあれなんですけど、バイエルン時代ですね。あそこの、やっぱ、すごい良かったよね。トス。絶妙パスを繰り出す男。マジでラストパス全部通すんじゃないかってレベルでね。通して、まあ、ポジショニングとかサッカー IQ の良さもティアゴ・アルカンタラの強みですよね。さあ、ここを狙うやないぼう。絶妙インザーギーの。オッケー、ゲックインソックス。おお、くー、オッケー、やばい。シャーレ、ティアゴ・アルカンタ。ここでアルフォンソ・デイビス、マジでウィングワイドオーバーラップですよ、これ。強かったよね。そしてディアガルカンタバックフィニスからの試合良いところでしっかりアシスト。ここも良かったよね。これもうメッシへの完璧ループパス、そこに出してくれるのがね、最高。手形はまだまだいくしょ。サッカー駅を置いてかディアガルカンタラ、ごちゃごちゃ調子普通。ドリブルパスがもう超次元級に通っちゃうんでね。トップアルカンタラゴー。パスを通してドリブルも通す、ドリブルも通して入荷やばいけど、まあ結構でも硬そうですね。だからティアガルガンタラにうまく当てつつ、まあ、お相手が来たらかわしていくスタイル。そう、絶妙なんだよな、この辺のパスが。ラストパス成功率がマジバグってますね、ほんと。うわー、フリットー。あそこしっかり取ってくるね。よいしょー、ダブルダッチ、サクシュード。よいしょー、ダブルダッチーズアクシデント。ダブルダッチ特殊バージョンをキャンセルですね、あそこ。特殊ダブルダッチキャンセルシュート、気持ちいいね、やっぱあの辺が決まると。縦、いやー、絶妙で、ここ、うわー、最高のコンビよ、これ。特殊ダブルダッチフラッスル、あれ
マジであれ、まあ、結構通るかなって感じでやってるんですけど、本当に通してくれるっていうのがやばいよね。うまいねこれ、怖いね。オーケー、前半3対1アルカンタラ最高。ただね、この辺が結構守備が難しいところ。いや予選でもいいかもしれない。背上がらが取れるかな、取っていく。ムバッペが強っ。ムバッペやっぱシンプルに強いですね。あそこで決めてくるんで、しっかり。さあただね、ちょっとこっちのリズムを作っていきたいんですけど、いやーここはこれはね、ティアゴ中心に攻めていきます。縦パスで結構勝負られたね今のは。ティアガルガンタからあそこでしっかり入れたことにより、さあベッカムからダブルタッチをキャンセルしてあげて、さあ通すよティアガルガンタ。ピンポイントパスで、ここインザーギ、あーちょっと横無理だったか。ただあれ全部取って、オッケー、本当に活躍度がすごいよ。まあ、ここね、何もチャンスないような状態からでもね、ティアグランガーここでしっかりとね、フリットの動きに合わせたパスをね、完璧ですね、これは。そしてここのね、これも特殊ダバッチミニフラするから、もう一回自らもらうね、完璧なグシュメで、サッカー IQ 高いところで動きがね、やっぱこの後の動きとかも最高ですよね。ティアゴ・アルカンター楽しい、まだまだ、行きましょう。まだまだ力見せてくれ、調子普通。3試合も頑張っていきましょう。お相手がね、守備逆にね、プレスってよりは敷いてくれた方が、なんかティアガルガンタラいけそうな感じあるんでね。フィネス。これ。いやー、ナイスパス、速攻マジでギリギリ通す。ディフェンスがいたと思った瞬間に通すのがティアガルガンタラ。めちゃくちゃ硬かったけどね、やっぱティアガルカンターから行ってくれましたね。そうで縦に入れたいと、よく通した。でもう一個ですね、出てきてる。でここのティアガルカンター、リアス、ティアガルカンターがね、縦パス出してね、走ってたんですよね。もうあの得点があるかないかでだいぶ違ってくるんで、いや神、そこ神通す。オッケー、お相手がウェブセン、ティアゴ・アルカンタラ、これはね惚れちゃいますね、この活躍は。お次ティアゴ・アルカンタラ、ラストじゃいきましょう。ラストティアゴ・アルカンタラ、上司普通。ティアゴ・アルカンタラの最後ドリブルもね、まあ全ていろいろやっていきたいね。通せる、マルディーニがねめっちゃいい位置に走ってる。ドン、いやドン、いやドン、いやー神、これ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 、ラストパスピンポイント、まあ、フリットとの相性がなんかめちゃくちゃいいね。怖いいよ、流れるような、オッケー、よしパス、オッケー、崩しちゃう、崩しちゃう。さあでここで出したいところだけど、終わりパターンかなこれは。リバプールの CS ガチャで当たった時もガッツポーズ4回ぐらいしましたからね、ぜひ当たった方は使ってみてください。特にやっぱドリブル突破の特殊ドラタッチが効いてますね。そこからお相手のリズムをずらしたりするんでね。またいろんな選手使って試合に終わっていくので、ぜひ皆さん遊びに来てください。というか皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。またしょーさんバブ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレポー。